ハノン一番を全長で弾くシリーズ最終回です。黒鍵を打鍵するための前後の移動に慣れましたか？皆さんの手に合った前後の動きの位置を確実に把握しましょう。今回は C フラットから始まる変路長調で、フラットが C とミに2つです。以前にもお話ししたように、使う黒鍵が2つの場合、前後の動きが多くなります。一子五子が黒鍵の場合、鍵盤の奥で打鍵することになります。それぞれの打鍵の位置をしっかりつかみましょう。右手を1オクターブ分ゆっくり弾きます。左手です。108で弾きます。